ロードトゥー忍者ナルトザムービーを大特集。豪華出演陣によるここだけの爆笑討論会を開催します。声優アーティストを番組独自の線でおもてなしする情報プログラム、アニソンプラス。こんばんは、今夜のナレーションを担当します森久保祥太郎です。今夜はめんどくせえななんて言わないんだからね。さあ、番組公式ツイッターでは夏休みだから高岩 P がいつもよりテンション高めで実況つぶやき中。ということで今夜はただいま大ヒット上映中、ロードトゥー忍者ナルトザムービーを大特集。ゲストはこの方々。アニソンプラスをご覧の皆さん、こんばんは。渦巻ナルト役の竹内純子です。春の桜役の中村千恵です。波風港役の森川俊之です。渦巻串野役篠原恵美です。内原佐助役の杉山則明です。コミックスは国内累計1億2000万部を突破。1999年から週刊少年ジャンプにて連載が開始された大人気作品ナルト。海外30地域で翻訳発売されているナルトは、今年フランス・パリで開催されたジャパンエキスポでも日本を代表するカルチャーとして参加しました。会場には海外の熱狂的なナルトファンもたくさん詰めかけました。そしてテレビアニメ化10周年を迎え、なんと今回の劇場版は原作者の岸本正史先生が完全監修した意欲作なんです。口寄せの術やれ。謎の忍び仮面の男によって解放された九尾に襲われ、木の葉隠れの里は壊滅寸前に。リーダーである四代目ホカゲ湊は妻の串名と共に里を守るため、生まれたばかりの息子ナルトの体内に九尾を封印するが、二人は命を落としてしまう。そして時は流れ、この葉隠れの里に恐ろしき忍び集団暁が突如出現、ナルトたちに襲いかかる。俺は逃げも隠れもしねえ。死んだはずの暁がなぜ蘇ったのか、戸惑いながらも辛くも迎撃するナルトたち。そして久しぶりだな渦巻ナルト。まあいいだ。再び姿を現した仮面の男の術により、ナルトとサクラの周囲の世界が歪み、二人を飲み込んでいく。やがて目を覚ました二人は里の異変に気づき始める。よしみんな張り切っていくぞ。張り切れるか。カカシやガイなど木の葉の忍びたちの性格が変わってしまっていたのだ。3人で行って割り勘しても。そんなところで何を騒いでる。さらにそこにはサスケの姿も。そして死んだはずのナルトの両親湊とクシナも生きていた。一体ここ突如目の前の現実が変わってしまったことに戸惑うナルトとサクラだが、そこにナルトのキュービを狙う仮面の男が現れ、木の葉隠れの里に壊滅の危機が迫っていた。てめえを倒して元の世界に帰ってやる。人間の感情に隠された弱点を狙う仮面の男の恐るべき罠と野望とは一体。かつて命を懸けて里を守った父と母に代わり、今ナルトが運命に立ち向かう。俺は二人の英雄の子供だからよ。ということで今夜は大ヒット御礼特別企画、今だから話せる5人怪談。5人の皆さんがそれぞれトークテーマを出題。そのテーマについて徹底討論を繰り広げながら、公開された今だから話せる裏話をたっぷりと語っていただきます。いやー、どんな裏話が飛び出すのか。最初の出題者、竹内純ちゃん、お願いします。はい、私のトークテーマはこちらです。お、衝撃キャラ。今回の劇場版ではおなじみのキャラクターたちがちょいと性格変わったりしてるんですよね。 その中でかなり変わってる、これおかしいんじゃないのってちょっと衝撃受けちゃったっていうキャラクターをこれから皆さんフリップに書いてください。いや、かなりみんな変わってたよ、ね、え
その中でも鹿丸でしょ。テンション高いんですよ、鹿丸が。え、おバカなの？さあ、では皆さんが思う衝撃キャラとは。まず杉山さんの答えはネジ。そのわけは、キャラクター的に一本筋が通って正統派っぽい雰囲気のネジが、あんなことにあそこまで崩れちゃうかっていう。やっぱりお風呂のシーンのことでしょ。そうですね、はあ、こっちだ。見せたくない、あんまり。そして日向様っていうあのシーンとか。ああ、スキーさんは、これは私がというよりも、春の桜が一番衝撃を受けたのはこの人じゃなかろうかと。ある意味確かにイノがっていう衝撃ですよ。ねえねえ、鹿丸くんも長寿くんも喧嘩してダメだよ。ちょっとずるいんじゃないの、こんな可愛いところを桜ちゃんは見せる機会が。これは女の戦いですね。で、洋服も違ったもんね、髪型。こんなイノちゃんは絶対に普段は見られない。確かに映画だけですね。確かに。じゃあ春葉様。はい、お母さん。私、綱手様は、あんなに目を覚めてね。あら、いいえ、セクシー。しばらくは時を待たねばなりません。結構カリーショックね。そっちに。森さん、どういう意味で言ってんでしょうね、これ家にはしないの。なるほどね、みなとはそうなんだね。ほら、怒られた。ほら、さあ、親子お二人はとうとう動物の方に行きましたね。私たちはこれは赤丸。はい、丸ぐらい。丸はどうかなと思って、弾丸の弾かなとかね、なぜって思っちゃったような感じで。びっくりしましたね。ちょっとね。怖いんですよ、赤丸。あんなに怖い赤丸初めて見ましたね。怖かったのに。ねえ。あんなに、で、どっか行っちゃいましたからね。じゃあ私も似たようなところなんですけど、トントンです。トントン。ワンソ。どういうことだってばよ。なんかもう肉って感じ。それではこの中で一番衝撃的に変わったキャラクターは、私はトントンだと思います。なんか色が変わってトントンにしましょうよ。トントンいきましょうよ。分かった、はい、トントン決定。なんでこの丸こそられたの。みんなも劇場でトントンをチェックするんだ。ちなみに杉山さん演じるサスケはチャラ男になってんすよね。本当さ、チャラいんすよね。お前のチャラチャラ。相当ね、巷でも噂になったね。実際やってみてどうだったんですか。はい、途中まではあ、でも変わってないのかなって、やっぱりナルトと同じ風に見せといて、あ、変わってないように見えて、でも女の子の前ではこうなんだみたいな。真面目だな、杉山君。見えてるところと見えてないところ半々みたいなところが僕的には面白かったですね。なんて言ってたんだっけ。いつでも俺はお前の味方だよみたいなことを。はい、これからチャラ男君が本当にやってます。どうぞ。厳密に、はい、俺はいつでもお前の味方だぜ。助けじゃない。では続いての出演者は中村千恵ちゃん、お願いします。こんなナルトは嫌だっていうのをテーマにしたいと思います。はい、はい、こんなナルトは嫌だ。そうですね、物静かとかね、声がやたら高い、ソプラノボイスとか、ね、さあ皆さんが思うこんなナルトは嫌だ、オープン。はい、はい。はい、だってばですっていうな。真面目か。こっから千丼だってばです。伸ばそうです。いいかも。いいの、かわいいか。そんななるともいいし、新鮮感のガリメンタイプなんだ。お母さん、なんかしな、親の願望と言いますか。あ、私やっぱりね、元気で言ってくれるから、しっかり飛ばせるし、投げ飛ばせるし。素敵なお母さん。大丈夫って思えるから、それがね、ナルトって言ったらクタっていっちゃう。ちょっと辛いかなと思って。バカ元気で、パワーが。バカで元気がいいの。すごく口にとってはありがたい、嬉しいことですね。嬉しいことですね。幸せな答えだ。なんかもうお母さんならではな感じ。考えてますね。さあ、お父さん、森川さん、はい、僕なんて書いてあるんですか。おしゃぶりをする竹内さんは嫌だって書いてある。これは、ね、試写会とかですね、とかあるじゃないですか。ナルトだから、ね、だいたいここで振りますよみたいな。あら、ありますか。ありますよね、こういう芸能界でね。そうですね、ないんですよ。そうなんです。ないもなかった。まあまあ、そうです、そうです。ね、ナル
当ではなくて。そうだよ。いやーもうすっかり忘れちゃった。さあ杉山さんが思う嫌なナルトは、嘘ばっかりついてるナルトは嫌だ。ナルトってこうどんないいことも悪いことがあってもやっぱり素直じゃないですか、感情の表現が、プラスもマイナスも。それを断るごとに、あそれそれ好き、あそれ嫌いっていう、なんか嘘ばっかり、本心じゃない嘘ばっかりついてるようなナルトは僕は嫌だなと思います。あこういうの、そう、親がいいね。ナルトの親の顔見てみたいね。はい、横見て横見て、お互い横見てみよう。じゃあちーちゃんは？私はですね、やたら諦めの早いナルト。ああ。俺はまあいいやみたいな。ナルトの口からはちょっとあんまりそういう言葉は聞きたくないかな。こういうこと。なるほど、分かった。どこの事務所。いいね。ではこの中で一番嫌なナルトはどれですか。私の対応それは。私この手間です。使い方違う。みんなが賛成してくれなくても私はこれを特別賞な感じで。嫌じゃないでしょ、逆でしょ、そうだからお題から外れてるから、親子でアウト。そしたら三人のうちの誰か、でもなんだろう、一番こうお母さんの、お母さんの愛が、家族愛を描いてるので、今回の映画は家族愛を描いてるので、健康第一だね。お母さんの視点からの愛が溢れる。今元気に、それが一番元気に喧嘩し合って状態。はいはい、無茶ぶりします。はい。あれ、話がすり替わってますよ。五人会談、続いての出演者は杉山くん、お願いします。ナルトといえば欠かせないのが爆笑シーン。皆さんが思わず笑ってしまった爆笑シーンはという説問でございます。はい、それでは。いや確かに今回も爆笑シーン盛りだくさんなんですけどもね。俺的には何だろう。風呂場。あと牙。牙に注目。さあ皆さんどこで笑ったんでしょうか。じゃじゃん。はい。なんとナルト親子は3人とも同じ答え。家族全員同じところに住んでないな。クシナの本域の怒りを私は見たの初めてで、怖かったけど大爆笑でしたね。扉がドッダーンってこられて、この壁ごとにもう一応突入してくる SE 細かいな。私がゴジラかご飯よっつって、なんかやめいらねってばよみたいな感じで、その後ズゴーンっつってドアをこう突き破ってくるんですけど、その土煙のところに第一歩のクシナの足がインしてくる時の SE がですね、もうすごいんですよ。なんかあの怪獣が出てくるよ。ズドーンっていう。ゴジラになります。ゴジラみたいな、もうただの第一歩なんですけど、足のすごい SE が。はい。そしてプラス、はい、それを一生懸命フォローしてみて。はい。それは日常的に、ね、いい夫婦ですね。ここはその下にさげなくキュービーが激しくしていたらしいんで、あこれあのキュービー対キュービーで、あのものすごいこう全力でこう頭突きし合うシーンなんですよ。ありましたありました。はいはいはい。頭突きした瞬間にすんごい痛そうな細かいな、見てるとこがすごい丸まるんですよ、体が。うわーって。それがね、ちょっとなんか可愛かったなと。そして中村ちーちゃんが爆笑したシーンは、さくらのお父さんの流れ。ああ、お父さん初登場。そうなんです。そのお父さんがすごい娘の前で一生懸命こう寒いギャグを言うんですけど、なんかあんなに娘に怒られちゃって、なんかそれでも娘は恥ずかしいんだよね。めげずに言い続けるところで、なんかぐぐっと。あれはあれじゃないの、日本のお父さんに対するエールなんです。あ、いいこと言った森川さん、いいこと言った。娘のこうね、あのこう成長を見守ったり、機嫌を取ったりとかね、コミュニケーション。そう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 。素敵なのはさくらのお母さんが、やだお父さんって思いっきり大笑いしてるところが ね素敵。あそこはお母さんがフォローしてくれる。パーフルな林家ペーパーみたいな感じ。うまいね。なるほど、まさに。ちょちょすぎない。はい、そして最後に僕はですね、虫が嫌いな足の毛。ああ、これもあったね。誰にも虫が好きで虫使いやってるのに、あの殺虫剤撒いてましたもんね。一番爆笑したシーンは、もうこれは決まりですね。でもなんかもうここまで来たらやっぱりクシナかなと思うんですが、いかがでしょうか。いいと思います。はい、満場一致。爆笑女王クシナ。このシーンは僕も笑いました。皆さんも劇場で爆笑しよう。では5人会談、続いては森川さんと篠原さんから出題。お次
うシーンですか。まあ感動シーンいっぱいあるんですけどね。森久保的には桜親子かな。では皆さんが思う感動シーンは、じゃあ杉山くんの方から。はい、僕はですね、はい、クシナの誕生日かなんかでケーキにつかついたろうそくの火をクシナが消そうとして、でケーキごと消してしまって、はいはい、あの爆笑しているナルトのシーンがあるんですけども、あそこが僕はすごい好きで一番感動したシーンですね。っていうのはなんかあの、まあ、そのナルトは作り物の世界で本物じゃないって分かってるんだけど、でもその昔から思い描いてた温かい家庭、お父さんお母さんがいて楽しい家庭っていうのを本当に何て言うんでしょう、純粋にその楽しんでいるっていうか感じで、じゃあちぃちゃん。私はあのこの作品の中で、うん、何回かナルトがドアを開けるシーンがあったと思うんですけども、うん、明かりのついてないお部屋に帰ったドアを開けるとか、うん、逆にこの世界が違うところであのお父さんとお母さんがいるかもしれないっていう期待に胸を膨らませながら開けるとか、なんか何回も同じドアを開けるシーンがあったんですけど、ね、はい、なんかそこのがっかりした気持ちだったりとか、うん、そこもなんか涙がこう出そうになっちゃうし、うん、何度も結構うるうるっとなりました。わかる。わかる。わかる。さあ篠原さんが感動したシーンは？実はちぃちゃんと同じなんだけど、その開けることによってね出てくるはずの、うん、ただいまおかえりっていう何気ない挨拶なんだけど、それがなんてあったかいんだろうっていうのが、あの 私たち家族のところでおかえりって迎えるシーンもあるし、最後のシーンで、うん、あそこで、ね、はい、うわーってきちゃって、どこ私はあそこで泣いてしまう。必見ですよ皆さん、テキラ。さあそして森川さんが感動したシーンは、ナルトが四代目ホカゲの羽織をですね、こう着るところです。ああ、ね、あの港と全く同じなんです、うんうんうん、あれがですねあんまりにもかっこよくて、すぐに戻ってくるよ、男として成長したなと、うんうん、で親としても親の目線からしてもこうグッとくるっていう、分かる、感動するシーン、分かるよ。ということでそんなね選んだ感動のシーン、ちょっと音もしてください、はい、はい、シュンシュンズラーンってとことほっぺプニプニのところで台無しだよ、説明してください、台無しだ。あゆみこれ分かるでしょみんな、分かんねえよ。あのですね、今回はあのテレビの方でもナルトの出生の秘密って1時間スペシャルやったところの、うん、すっごいみんなが涙流したっていうあの名シーンがもう一回再度劇場で大きなスクリーンで見れるじゃないですか、うん、私あの時も好きだったけどやっぱり大きなスクリーンで見て話の流れも考えて見ていってすごい感動したのはまず最初の港がシュンシュンってラセンガンってやるところあれかっこいいでしょ、はい、感動して、はい、その後ズバーンっていうのはクシナとミナトがあのキュービのあれでブソッとするズバーンってあそこは、ね、うんうん、あとほっぺプニプニはその前にちっちゃい子ナルトがいるじゃないですか、うん、で行ってらっしゃいって言うじゃないですか、その時に、うん、ごめんねとかナルトって言いながらちょっとちっちゃい子ナルトにほっぺプニって言ってるのもうなんかだってあれ生まれたばっかりでしょ、そんな中でその愛情がそれしかできないっていうこの切なさがもう辛くて辛くて辛くてっていうのがとにかく感動したところはシュンシュンズバーンとほっぺプニプニです。感動するけどなぜ擬音で書いたのか説明してもらわないと、じゃあどれが一番かな、これ難しいですよ、はい、これはなんかね、みんなが、ね、もう本当にこう感動して、ね、そうですよ、素直に言ってくれたということで、はい、皆さんに、ね、はい、1万ポイント。いや、そういうのやってないから。そういうのやってないよ。はい、どうぞ自由に。どうやってるんだろう。はい、アイコンプラスモバイルニュース。スマートフォンサイトテレビ東京アニメモバイルでは。劇場版ナルト最新作の公開を記念してナルトの声が聞けるボイス付きライブ壁紙を無料配信中、他にもカスタムライブ壁紙やキャラタッチライブ壁紙などナルトのコンテンツが盛りだくさん、さらに iPhone、Android 向けにボイス完全取り下ろしのナルトアラームアプリも登場、今すぐテレビ東京アニメモバイルにアクセス、どうぞどうぞ
画ナルトザムービーはただいま大ヒット上映中。みんな絶対に劇場で見るんだってばよ。せーの、アイゾー。今夜は劇場版ナルトのオールスター T シャツを2名の方にプレゼントします。応募方法は番組ホームページをご覧ください。ということで、ロードトゥ忍者ナルトザムービー、本当にたくさんの方に映画館にお越しいただきましてありがとうございます。鹿丸も非常に喜んでおります。今回の劇場版で鹿丸の一番の見どころは、そうですね、オープニング、このタイトル明けのですね、明けたとこからまあ約一歩、いや、感動するんですよ、泣けるんですけど、まあ大体、時間がないんで、見てない方はぜひ劇場で。この後は僕から一言言わせて